ジョン・ハーバート・フリッドはカナダ出身の俳優である。ゴシックテレビドラマダーク・シャドウズで吸血鬼のバーナバスコリンズ役で知られる。オンタリオ州ハミルトンでスコットランド系の家庭に生まれる。第二次世界大戦時にはカナダ海軍に従軍した。1948年にハミルトンのマックマスター大学を卒業し、翌年にロンドンの王立演劇学校に入った。 1954年にアメリカ合衆国に渡り、1957年にはイエールスクールオブドラマで監督の美術学習志望を取得した。1962年にジョナサン・フリットというステージネームを使い始めた。イエール大学生時代、ウィリアム・スナイダーの劇、エートルースペシャルフレンドに出演した。 1966年から1971年まで続いたテレビドラマダークシャドウズでは吸血鬼のバーナバス、コリンズ役を務めた。後に映画版血の唇が制作された。また、ティム・バートン監督による2012年のリメイク映画版には仮名を出演している。2012年4月にオンタリオ州ハミルトンで87歳で亡くなった。 死亡日は13日または14日と報じられている。ありがとうございます。